おはようございます。黒バラ軍団の光太郎です。本日のターゲットホールは PSA ビクトリースロット館さんです。入場整理券番号は約120名様くらい並びの中、僕の番号は29番でした。朝一の立ち回りなんですけれども、本日に関しましても6台以上の並びが3箇所以上投入されると予想のもと、過去の傾向から第1候補にマイジャグラー5、第2候補に新鬼武者2の近辺というところを、ピックアップしてあります。その中でなんとかマイジャグラー5を確保することができましたので、まずは高設定狙いで攻めていきたいなと思います。本日も勝ちにつながる立ち回りをお見せできればと思いますので、よろしくお願いいたします。このマイジャグラー5を選んだ、理由根拠の部分なんですけれども、今日と同じ状況っていうのがここのホールさん過去に6回ありまして、でその並びの6台以上の並びっていう対象がこのマイジャグラー5に関しては6分の6、 100% 並びが作られているんですね。でその中で前回に関しては、前回からマイジャグラー5増大されまして、2島、僕が今打っている側と後ろ側にあるんですけれども、前回の並びが作られた場所っていうのが、マイジャグラー5 3台とまたいでファンキージャグラー2 3台で、実はもう1箇所あって、前回に関しては2箇所ジャグラーシリーズに作られてまして、でマイジャグラー5と、アイム S アイムのまたぎっていうところに作られてたと。で過去のその入った投入された箇所っていうのを見直してみると、完全に被っていることはないんですよ。なので前回出たマイジャグラー5 3台ファンキージャグラー2 3台っていうところは、今日は投入される可能性としてはこれまでの傾向ではないんで、そこから少し、どっちかにずれるとか、だからマイジャグラー5側にずれるっていうことは考えられると。前々回に関しては僕の後ろ側だったんですよね。後ろ側の、一番台寄りというか角側寄りに入って、当たりました、すいません。31ゲームピックです、投資1本ですね。はい、ピック終了です。すいません、話の途中になりましたけれども、前々回に関しては僕の後ろ側、もともと設置されてた場所ですねに作られてまして、でこちら側、僕が今売ってる側、増大された方の、なおかつファンキー2とまたぎ寄りではない場所、僕が今一番角台の55番台を売ってるんですけれども、そちら側に関しては、増大されてからまだ対象になってないんですよ。なので、結構その順番といいますか、被りが少ないという点で関して見ると、ここは十二分に可能性としてはあるかなと。でこの台に関しては、望みとしては薄いんですけれども、これ前日が昨日32の36、もろに高設定挙動してるんですよ。で合成122分の1、約8300ゲーム回って足りてるんですね。で一応ジャグラーシリーズに関しては、傾向として、こうやって今2日間の履歴見るだけでも、据え置きっぽい挙動をしているっていうの もう見受けられるんですよ。でなおかつ並び以外に単品もある可能性っていうのもあるんで、もしかしたらこれが高設定据え置きの単品っていう可能性も、そこまで高くはないと思いますよ。高くはないと思いますが、あると。だそこも踏まえた上で、並びそして単品っていうところも見ながら判別っていうのは進めていこうかなという感じですね。やりました、180ゲームです。チェリー重複のビッグボーナスです。
ギリギリ持ちコインで当選です。まあ今日のように高設定を並びで探すっていう状況、まあ、最近結構とかだいぶ増えているとは思うんですけど、まあ、僕が住んでいる地域は本当に並びで投入されるっていうことが非常に多いんですけれども、そういった時に注目しておくべきポイントっていうのが、まあ、やっぱり左右の台の挙動っていうのが非常に大事になってくると。なので、まあ、できる範囲ですけど、まあ、あのがっつりと横の挙動をみんなはもちろんダメですけど、横目でチラッと、まあ、例えば今先ほど右隣の方が、単独レギュラー1回引いたんですね。なのでそれをしっかりメモっておく。であとは消去法ですね、まあ、今日の状況でいうとマイジャグラー5に並びが作られる可能性は僕は非常に高いと思ってるんで、まあ、90パー以上っていう時に、まあ、僕の今打ってる島と後ろ側の島どちらかに入る、後ろ側の島にもしっかり注目して、例えば後ろ側の島が、まあ、すごいレギュラーついてきてると、まあ、6台こう合算、今日は6台並びなんでその6台の総ゲーム数とかを足してみて、それでレギュラー確率出すっていうのも一つですし、それで割った時に、まあ、例えば180分の1でもぶっちぎってますと、あこれは非常に強いなってなれば、でこちら側微妙であればそれはもう見切りの判断できますよね。今僕が角からまあ右に6台で、まあおおよそ1800ゲームぐらい回ってるんですね。1人当たり300ゲームぐらいっていう中でレギュラーが今引けてるのが3回なんですよね。ビッグはまあ引けてるんですけどね、ちょっと少ないですよね出足としては。いやー、そして一方隣のアイム寄りの方、隣じゃないです、すいません、後ろのアイム寄りの方がかなり強いな。もう9回引いてるのかなレギュラーが。いやー向こうなのか、当たりました。179ゲーム単独のレギュラーボーナスです。設定差のある部分1回目ですね。46ゲームです。単独のビッグボーナスです。すいません、47ゲームですね。はい、今出玉は飲まれました。ちょっと周り近所も強くはないんですよね。一旦周り見に行きます。はい、この台なんですけれども、今自身で655ゲーム回しまして、ビッグさんのレギュラーが1、合成163分の1と、で単独レギュラーが1回で、武道確率が、まあ、これ参考にならないですけど、まだ 6.68 分の1は、まあ、いい要素はないんですよね。ただ、まあ、このだけの回転数で全然わからないんですけれども、ただ、僕から右の内6台並びで見たときに、約4600ゲームほど回ってまして、レギュラー確率に関しては10回の460分の1なんですよ。まあ、かなり弱いとっていう中で、こちら側の島、逆側の島ですね、マイジャグラー5、そしておそらくアイムの2台っていうところが今いい挙動をしていて、そのいい挙動をしている6台のレギュラー確率190分の1ぐらいなんですよね。まあ、ちょっとアイムとそのマイ5で、まあ、差異はありますけれどもっていうところを踏まえると、まあ、こちら側の方が現状強いということで、まあ、いい要素がここないんでやめます、見切りたいと思います。この後、まあ、どうしていくか、どう動いていくか、まあ、立ち回りの部分なんですけれども、まあ、現状、6台並びっていうところが、まあ、3カ所以上あるというところで、まあ、おそらく3カ所だと思うんですけれども、まあ、マイジャグラー5、そして S アイムのまたぎに、まあ、可能性の合いそうなところが1カ所で、今バラエティにも、まあ、1カ所
挙動が良さげな箇所っていうのがあるんで、まあ、もしかしたらこの2箇所がもう当たりかもしれないんですけども、それでもまだあと1箇所、残っているというところで、まあ、バラエティまだ耕されていない台もありますし、2、3台構成っていうところ、まあ、メイン機種でもまだそこまで回ってないっていうところもあるんで、まあ、いい挙動をしている台がその隣っていうのは、その近辺っていうのはチャンスになってくるんで、まあ、そういったところを攻めれるところをまあ探していって、まあ、もしなかなか打てるような台がないのであれば、まあ、ゾーン天井狙いもちょっとここのホールさん前回来させていただいた時もほぼほぼできなかったんで厳しいかもしれないですけど、まあ、期待値ある台があれば、まあそこも狙っていくという形で動いていこうかなと思います。はい、この平鏡なんですけれども、現在4周期117平でゲーム数が460ゲームという台です。で、この台5周期目に強いゾーンがあり、強い周期がありまして、まあ、50杯以上で、期待できるというところで、まあ、これ天井狙いに関してはちょっと足らないんですけれども、それでもこの周期狙いプラス、天井狙いという複合で見れば狙っていけるかなと、期待値あるかなというところなので、この台を天井狙い、そして、周期狙いというところで打っていきたいと思います。わお、まあ、すぐに5周決め行ってくれましたね。575ゲーム5周決めの特訓です。591ゲーム発展です。ラグビー、残念でした。チェリー引きました。強チェリーからの発展ですね。48ゲーム、ここで強チェリー。954ゲームから特訓、7周決めの特訓ですね。次回予告969ゲーム、次回予告からです。お、はい、天井手前で当たりました。971ゲームですね。総投資が追加投資しましたので11本ですね。すいません、ちょっと勘違いしてまして、僕天井が999ゲームと思ってて、まあ、これ間違ってました、ごめんなさい、勘違いしてました。950ゲームプラス前兆なんで、まあ、これ天井の可能性もあります。すいません、ごめんなさい。赤7のジェットボーナスです。
うわー、ここで強打ち引きました。強打ちはレベル1以上に昇格ですね。敏感流門です。さあもうここで決めていただきたいところですけれども、ああはい、ねえ、ケシローチャンスです。ベルナビプラス5回、はい、143枚です。ハブはグって基本パターンですね。2番龍門です。ああここでスペント、はい、行きました。まあこれは普通に最初の前兆からっていう感じですかね。ケシローチャンス2回目です。ベルナビプラス5回です。続いてほしいところ、ベルナビプラス10です。おお、まだ、あ、さらにベルナビプラス10回、あっとここでホールド、レア役、お弁当からのホールド、まあ、これ薄いですね、約 2% ぐらいのところ持ってきたんですけど、この振り分けがベルナビの5回と、30回、 50%50% なんで、これ30回取ってたらめちゃくちゃでかいですけど、あまあね、青なんで。5回、さあここ続けば50までいきますが、踊ってない、なんか、はい、376枚です。エヴァン流門です。さあラストチャンス、いやー弱いか、残念でした。はい、トータル372枚です。はい、この台はここでやめて他に打てる台探しに行きます。
はい、この魔法少女のマドカマリカ前後編なんですけれども、現在250ゲームでやめられてますので、この台を天井狙いで打っていきたいと思います。マドカ前後編の天井狙いに関しては本当言うともうちょっと欲しいんですよね。プライベートでじゃあ250ゲーム打つかって言われたら、まあほぼ打たない、よっぽどのことがない限りっていう感じなんですけど、まあ今日に関しては1日単位で、まあ結果も残さないといけない収録でもありますし、まあ現状やれることっていうのがこれくらいしかちょっとないので、まあ、少しの期待値でも積み重ねていこうかなという感じですね。チャンス目引きました。288ゲーム、まあ、降格中なんで、まあ、設定差あるんですけど、まあ、20% から 25% っていうところですね。はい、306ゲームから全調整時です。317ゲームで8点でどうでしょう。残念でした。418ゲームから全調整時ですね。まあ、ここ振り分け濃いゾーンなんで、ここで決めたいところ。435ゲーム8点でちょっと弱いですかね。ダメですか。639ゲーム8点です。まあ当たります。まあ、ここはね、実質の天井というか、まあ、ほぼの天井のところなんで。はい、643ゲームですね。追加投資しましたので総投資が14本でマイカラスです。さあ、強調に引きました。もう残り枚数わずかっていうところです。はい、強調にから窓、マギカアタックです。さやかさん、リプレイはチャンス目ですね。あー、リプレイ引いたで、ワルプルいただきました。さあ、では行きましょう。ワルプルギスの夜。来ないか。岩の瀬で2セット目です。2人キャラこれ継続確定ですね。10枚です。3セット目。いやー、強攻撃か。ダメですか。はい、20枚上乗せです。あ、煽ってますね。
あーもっぱつか、はい、ワルプルしかも赤文字と 67% 以上ですね、継続率が。ちょっとこれは伸ばしたいところですけれども、で2セット目です。ホームラン回想前、まあ継続確定ですね。3セット目ジャックは大丈夫でしょう。食らうか。10枚4セット目です。つきました。そしてちょっと待って、これチャンス目やったらめちゃくちゃ熱いですけど、確定薬に書き換えなんでありますね。まあでもびっくり1個ですけど、スイカでした。50枚で5セット目いきます。弱攻撃食らう。ちょっと追撃欲しいんで、いやマジっすか。若干復活で10枚、そして追撃、20枚です。6戦目です。いやー強攻撃、これは厳しいか。やばい。この画面が、まあ、継続確定プラス、まあ、67% 継続以上、まあ、そこはもう分かってるんで、レア役ジャックチェカー 12.5% ですね。追撃10枚の攻め、びっくりびっくりびっくりで、チャンス目で、これは書き換えたかもしれないです。チャンス目で10枚、で、次来た一番左ですけど、20枚、10戦目です。ここで強攻撃か。ダメか。130枚、まあ、10セットなんで、まあ上出来ですかね。ここでチャンス目です。残り23枚、
チャンス目からマギカダック。マーミさん出る。さあ赤なんで50枚100枚ギリギリ耐えましたね。あーワルプルも欲しいな。はい、3回目ですね、ワルプルギンスの夜です。はい、マギが流れたんで3セット継続ですね。はい、はい、5セット目です。ここからは分からない。うわー、強攻撃来るんや。ダメか。50枚上乗せです。あ、煽ってる。もう一発来るか。はい、マリガダクです。緑。さあリプレイ。ダメ。あーでも赤で50枚いただきました。あー戻ってきた。さやかさんで、あーチェリーか。ジャクチェ。これで一応700枚超えたんで投資分は上回りました。ここからはプラス分ですね。ただもう枚数が少ないんですけど。マリカダックです。マーミさんでベルで、あ50枚です。788枚で終了です。はい、今回はここでやめて他に打てる台探しに行きたいと思います。魔法少女マドカマギカ前後編を打ち終えてから、しばらく打てる台を探していたんですけれども、今日に関しては、6台並びが3箇所あるというところで、今もう3箇所すべてこの時間になって見えました。もうおそらくね、朝からずっと打たれている方々がなんで、もう開くことはないかなという中で、まだこの時間になって A タイプに関してはかなり稼働の方が高いんですけれども、 TRT 機はもう見切られた台が増えてきて、稼働の方も落ち着いてきてしまったと。ゾーン天井狙いっていうのは非常に難しいかなというところで、もうやれることはほぼないかなというタイミングで、このタイミングで今日に関しては、実戦終了させていただきたいなと思います。で最後、当たりの箇所を確認して終わりたいと思います。
マイジャグラー5なんですけれども、まあ、僕が朝一打った逆側でしたね。2番台から並びで6台という感じです。バラエティーコーナー、モエスロコーナーのバラエティーコーナーですね。もうずっと打たれてます。ノーゲームノーライフからおそらく日暮らし2までの6台並びかなと。でもう1箇所、ここもバラエティーコーナーですね。 G1 ダービークラブからデビルメイクライへの6台並びです。回収が800枚でした。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、朝一はマイジャグラー5を積もれずというところで、まあ、ただ状況判断から早い見切りをできたことで、その後のリカバリーというところにもつながりまして、まあなんとかですけれどもプラスに持っていくことができたことに関しては良かったんじゃないかなと思います。本日の結果ですが、投資が700枚、回収が800枚、玉井がプラスの100枚でした。次回以降も勝ちにつながる立ち回りをお見せできればと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。